散らかってはもうしょうがないか。じゃあちゃんのデザート、大きいから半分、2回はいかないかな、半分で、大好きなじゃん、じゃん、乗せて、うん、それだけだな。それからジムさんの主食は泡です。泡の準備、1回分水も飲んでね。いや、スタンバイ OK。 じゃあ手短に行くよ、ジムさん。よし、オープン、ちゃんさん。じゃん。じゃん。じゃん。ベイビーって言う？じゃん。ちゃんさん。ベイビー。そうそう。嫌だね。ベイビーって言ったな。ジュンさん、まずあなた、虫を捕って生きる動物だよ、あなた。はい、あん。あ、上手に食べて。あ、やったね。はい、2つ目。あ、いいね。3つ目。いけるか、ジュンさん。もうダメか。あんして、ぷいってやったの？ぷいって。そう。いや。ジュンさん。あん。もう気が向かないか。はい、ジュンさん。おかず食べたらご飯。はい、上手だね。あ、ジュンさん。もう一回行くか。もう一回。もう一回。ジュンさん。ジュンさん、じゃあ味見だけいくよ。これはなんだ、ほら食べたことあるでしょ。あら、ちょっと多かったね。でも美味しいんだ。はいはいはい、入れてあげるよ。おお、入った入った、美味しかった。え、いちごも好きなんだ。いやいやしても、いやいやしたの。あ、もういいか、ちっちゃいもんね。はい、お水飲もうか。うん、上手だね。みっちょんさん。はい、おしまい。また後でね。
べた後パニックするかな。ねえ、純さん。こんな感じですよ。スズメらしくなったね。もう飛べるもんね。またね。みっちゅんさん。